フランス革命後、公的な場所に掲げられたパネルの一例。イシオンエス、ノレジュタイターでシートワイン、市民という称号によって商用する。市民とは、政治的共同体、国政の構成員。個々の人間を指す場合と、人間集団をまとめて指す場合とがある。構成員全員が主権者であることが前提となっている議論では、構成員を主権者として見たものである。 市民の語源は都市である。市民に似た概念として国民があるが、両者の違いは、市民がその理想とするところの社会、共同体の政治的主体としての構成員を表すのに対して、国民は単にその国家の国籍を保持する構成員を表すという点にある。市民と国民は、たまたま相互に置き換え可能な場合もあるが、そうでない場合もある。例えば、 絶対王政国家の場合、国民はすべて親民であり、市民ではない。また一方で、欧州連合の市民のように国家とは直接に結びつかないような形の市民権もあり、この場合も、市民を国民と言い換えるのは適切でない。訳語の、市民は、福沢諭吉による1867年の西洋事情外編や1875年の文明論の概略に登場し、 フランスは偽造、ヨーロッパ文明史の英訳に出てくるバージェスの訳だと見られている。ポリスはしばしば三種の住民に分割され、最高の階級は参政権を所持している市民である。次に参政権のない市民、最後に非市民がいた。投票権を持っていたのは例えば民主制アテナでも自由市民のうち成人男性のみであった。また各ポリスはいくつかの部族か、 デモスから構成された。メトイコイト奴隷は、このような組織には入っていなかった。市民権は生まれにより通常決定された。各ポリスは崇拝する守護神、特有の際に及び習慣を持っていた。アンシャンレジームでは、第一身分は、聖職者、第二身分は、貴族、第三身分は、市民や農民とされ、人口の大多数を占める市民や農民が、苗頭にされ、 苦しめられていた。フランス革命の革命家であり、市民や農民が王を打倒するために集い、はるばる南フランスから首都パリへと行進するときにも、歌われ、現在のフランスの国家でもある、ラ・マルセエーズのリフレインは次のようなものである。現代フランス人も、子供の頃から繰り返しこの歌を、誇らしげに歌って成長する。こうして現代フランス人が、 アイアンという言葉を聞いたときに、真っ先に思い出す概念は、こうした文脈の市民である。市民権は、市民革命を背景にした国や多民族国家では、国籍と同義で使われることもあるが、通常は、賛成権など法的な権利と義務との関わりを指す語である。公民権と呼ばれることもある。国籍と区別して用いられる場合は、その所属する、 国家内における市民たる資格を意味し、国籍が他国との関係で問題になるのに対し、市民権は国内問題として扱われる。国内で市民権を持つ者と持たない者を区別する場合は、参政権が完全であるものか否かで区別することが多い。日本は参政権の有無で国民を分ける法制をとっていないが、憲法第十条と国籍法に 日本国民たる要件があるように国籍と国民であることは不可分の関係にある。ただし法律用語として市民権という言葉は定義されない。日本国憲法において人権の共有主体は日本国民とされているがマクリーン事件などの判例では権利の性質上を日本国民のみを対象としていると解される権利以外は我が国に在留する。 外国人にも等しく、基本的人権の保障は及ぶと解されている。また、比喩表現として、世間からの公認を、比喩的に市民権と呼び、特殊、または貴重なものが広く容認されて一般化することを、市民権を得るというように使用される。シノペノディオゲネスは、既存の国家を超越した、世界政府を構想した。その世界政府の国民がコスモポリタンである。 この思想はストア派を介して近代にも受け継がれた。イマヌエル・カントは歴史の終局としての世界政府の理念を論じ、その現実的な不可能性を認めはするものの、現実に有効な法としての世界市民法の可能性を論じた。彼の世界市民法の具体的な内容は、世界市民として現状の各国の市民は相互に訪問権を認められるべきであるといったものである。 シティオブロンドンの鍵、チャールズ・リンドバーグに贈呈されたもの。共同体が、その共同体に対し功績のある人物や、出身の著名人などを、名誉市民とすることがある。多くの場合は、それ、自体に、市民権が付随するわけではない名誉称号である。自治上各都市の伝統から、縄文の鍵になぞらえたイミテーションが、有効の印として贈呈されることも、 欧米ではよく行われる。共同体貸しでない場合は、名誉町民、名誉村民、名誉区民、名誉都民、名誉道民、名誉府民,民、名誉県民などと呼ぶこともある。市民参加とは、市民が市町村の行政施策に関して意見を述べ提案することにより、行政施策の推進に関わることを指し、一般には地方自治体の政策決定や NPO 活動に、 最初市民参加が行われているが、この場合の市民は目的性を持った市民活動の集団や個人の総体として用いられている。地方自治体の基本構想や環境基本計画、都市計画マスタープランなどの重要な施策を決定するときに市民の意見を聞くことや行政施策において市政提案公募制度、パブリックコメント、 パブリックインボルブメント等により合意形成をもって公共事業に反映させることを市民参加条例などで制度化している、自治体も増加している。社会の政治的主権者としての市民の定義は様々であるが、以下のようなニュアンスを含んでいると解釈されることが多い。読み方、ポーリテース読み方、シトアイアン読み方、シチズン読み方、ビュルガー。 types of British nationality, British subject, www.gov.uk.2021 年3月24日閲覧。野村、心理、研究ノート歴史的用語としての、市民、小林祐一さんに捧ぐ。 金沢大学経済学部論集 21http://hdl.handle.net コロンススララッッシシュュスラッシュ2297スラッシュ182662021年3月24日へずらん。ありがとうございます。